あのセーラームーンの月に代わってお仕置きよっていうあの有名なセリフあるじゃん。あれってそもそもお月様お仕置きしてたの？はい、という風な感じに何でも疑問を持ってしまう私がまた新たに疑問を持ってしまいました。うまい絵描きさんのスランプ状態とかって素人の僕たちから見たら全部うまいからスランプって見分けつかないんじゃないと思いました。というわけで今回皆さんからスランプの時のイラストと通常状態のイラストを募集したので見ていきましょう。こっちスランプからのこっちスランプ解放。なんだこの食物連鎖みたいなの。髪結ばれの髪結びの髪結ばれたことに突然気づきの突然気づいたことにびっくりしたの何もされてないのあのアイデアが溢れすぎて渋滞を起こしてる感がすごいね。同じキャラで比べると一目瞭然ですね。そう一目瞭然というかそもそも描いた人が違うんじゃないか。久しぶりに参加失礼します。スランプだったのが1枚目でスランプじゃなかったのが2枚目です。こっちがスランプでこっちがスランプ脱却。こっちがソロプレイの女の子でこっちが彼氏ができてる。ちょっと待って、けしからん。これ手握っとるよ。にぎにぎハンドしてんじゃん。ミスハンディにぎにぎじゃん。名前ダッサ。スランプ脱却とともに非リア充も脱却するという合わせ技の持ち主なのか。右がいい感じので左が気に入ってないのです。それスランプじゃなくてお好みじゃない？左スランプの時はまあ気に入らないのはわかるんだけど、ちなみにみんな聞きたいんだけど、その考え方でいくとスランプじゃない時に書くのって基本気に入るの？右上がスランプ、左下がまあまあ書けた？ん？ってなって。いや、どっちもまだスランプや、多分まだスランプ。左がスランプ、右がいつものですと。確かになんか、スランプの方顔カクカクしてんね。あれかな、ちょっとスランプのストレスでイラストも本人もちょっとトゲトゲしくなってんのかな。びっくりした。一瞬この女の子、口から出した舌をあの、ウサギのおでこに垂らしてるのかと思った。ウサギのおでこから垂れたサーモンみたい。みんなスランプの時とかさ、思ったより目にスランプ状態が顕著に現れる人多いね。左スランプ、右スランプじゃない方です。右かっこいいな、確かに。左も、まあ、かっこいいけど右めちゃくちゃかっけえ。これはもう俺認めるスランプね。なんか俺が言うとムカつくね。スランプ出した方の S は確かになんかすごくなってるんだけど、中の文字中の文字、あれスランプ出しても鬱だね。どっちでもいいわこれ。どっちでもスランプでもいい。なんだこの筋トレが最強のソリューションであると幸福の達人を読んだ後に筋トレし始めた明太子みたいなやつは。ちょっと待ってこれさ、スランプ出した時の画力の向上が凄まじすぎるんだけど、その前に左のスランプの時のイラストさ、これ絵描き歴2ヶ月のやつが10年前に描いた絵だべ。